ソルンドルフの戦いは、7年戦争中の戦闘で、1758年の8月25日に行われた。ロイテンの戦いに勝利したプロイセン軍はそのまま、南下し、オルミュッツを包囲した。しかしドームシュタットルの戦いで、補給部隊が破れ、さらに東から、ロシア帝国軍がベルリンに迫っていることを知った。フリードリ・ヒダヨーは、ロシア軍の迎撃を決意する。 フェルマー率いる4万3000のロシア軍勢はすでにベルリンまで 100km の地点に迫り、そのままオーストリア軍と合流する気配も見せていた。フリードリヒがプロイセン軍を北上させ、ロシア軍の後方に追いつくと、キュストリンから 10km 北東のツルンドルフで、両軍は退治した。8月25日、フリードリヒの不評は、ロシア軍の若い徴収兵のみで構成された。 監視部隊を攻撃する。プロイセン軍の砲撃は敵不評に甚大な被害を与えるが、砲撃による砂ぼこりで視界が悪化し、その後の不評隊による攻撃は、見当違いな敵部隊と接触した。ロシア軍の反撃によって、プロイセン不評は総崩れになり、森の中へ一斉に逃げ込んだ。ロシア軍の不評と騎兵はそれを全力で追撃するが、 巧妙なザイトリッツのプロイセン機兵隊は敵の長く伸びた戦線の側面を突き逆にロシア軍を押し返したその後の戦いで両軍は早くも弾薬がつき視界が最悪な中で白兵戦に突入するワインソンの補給物資を守るように命令されたロシア軍の派遣部隊が泥酔するまで飲み続けるという場面もあった いくつかのプロイセン軍大隊が疲労の兆しを見せると、フリードリヒ自ら彼らを率いて突撃した。戦いは18世紀のこの時期で最も血みどろの戦いとなった。あるプロイセン軍の士官は、ロシア兵の体が戦場で列になって積み重なっていた。ロシア軍の砲兵は、 我々のサーベルによって切り刻まれている間も大砲にキスし一向に退却する兆しを見せなかったと述べている。戦いの後、フリードリヒは有名な言葉を残している。ロシア人を殺すのは味方に引き入れるよりも簡単だ。凄惨な戦いは日没まで続き、ロシア軍の監視軍団は8割の損害を被った。全体的な損害としては、プロイセン軍が 全体の32%に当たる12,800名を失い、ロシア軍は全体の40%に及ぶ18,000を失った。しかしながら勝敗ははっきりとせず、数日の間は砲撃戦を続けていた。フェルマーは、自軍の損害が甚大であることを認め、最初に退却した。 この退却によって、ロシア軍と、オーストリア軍の合流は妨げられ、今でも、ロシアの歴史家は、この行動に意義を唱えている。フリードリヒが先に、ロスバッハの戦いとロイテンの戦いでの勝利に、比べれば見劣りする結果とはいえ、この三度目の勝利は、彼の評価をさらに高めた。ありがとうございます。